物語を続けるね。ジェットレースで水面を走る感覚、神田川から見える景色、風、匂い、私にとっては何にも変えることのできないものです。満腹黒丸ちゃんもかぐや様と一緒に走るこの神田川が好きなのだ。私の将来の夢はお母さんみたいなジェットレーサーになることです。将来の夢。お、かぐや様、どこへ行くのだ。そこ、どいてもらえるかしら。ごめんなさい。この素人みたいな子がジェットレーサー。私には時間がないというのに、神田川で勝手なことを。毒だけじゃダメなのだ。今すぐここから立ち去るのだ。立ち去る、どうして。武蔵野女学館ジェットレース部が練習するからです。さあさあ、時間がもったいないのだ。早くどこかへ行くのだ。今からここはかぐや様と満腹黒丸ちゃんたちのものなのだ。そんな、海はみんなのものやけん独り占めなんてずるかよ。ここは海じゃなくて川なのだ。川でもそうだよ。川だってみんなの。不満があるというのなら、川の使用権をかけて私たちと勝負すればいいことです。勝負って喧嘩。そんなわけないだろう。川で勝負と言ったら。もちろんジェットレースに決まってますわ。広い道幅ながらもゴール前以外は緩やかなカーブが切れ目なく続く神田川下流駅浅草橋。外周を走るこのコース、目を引く大きなランドマークや仲見世などが賑わいを見せる。私と黒丸の全力をお見せしましょう。3、2、1、ナミキ、お前本当に走れるのか。大丈夫大丈夫、どうにかなるって。満腹黒丸ちゃんたち、こんな素人みたいな子に負けるわけじゃないぞ。黒丸、油断は禁物です。どんな相手も全力で挑むの。お疲れ様です。当てる。
私の走りを見せる。わあ、すっごく楽しい。リサちゃん、ジェットレースってすごいね。何をのんきなこと。最後の一瞬、集中しないと負ける。あ、これで最後だったんだ。よし、頑張るぞ。カゼ様、相手は本当に素人だったのだ。どうにかできてないかと思いました。神田川のルールを知らないと当然です。ですが、それも関係ありません。最後まで全力で行くのがドレスです。黒丸と共に勝ちに行きます。今がチャンス。この速さについてこられますか。これは驚きました。思っていた以上の成績。満足のいく走りでした。私にとっては当然の結果です。練習相手にもなりませんわね。当然の結果なのだ。ああ、負けちゃったよ。当たり前だよ。初めて一緒に走ったんだし。さあ、分かったら行きなさい。せっかく神田川の使用権を取ったのに、あなたたちのせいでほとんど練習時間が残っていませんわ。それってつまり意地悪でどけって言ったんじゃないの。何を言ってるのだ。かぐや様は意地悪するような人じゃないのだ。そんな私はやとちりで。ごめんなさい。迷惑をかけて悪かった。それじゃ。お待ちなさい、青井美沙さん。そちらの方のお名前は。私は並木凛です。並木凛さん、もし悔しかったのなら強くなることね。その時はもう一度勝負して差し上げましょう。一般人に名前を聞くなんて珍しいのだ。いいや、黒丸、あの子の走りめちゃくちゃではあったけど、私の知らない走りでした。きっと強くなる、そんな気がします。でもその頃には。お悲しませるつもりは。いいのよ、黒丸。ジェットレースができなくなるのはあなたの責任じゃないのだから。試したいね。
Thank you.